マロニエル TV スーパーやっとー、さあ始まりやがったな。TV スーパーの時間でございますけども、はい、なんと今回はですね、はい、とちてれアニメフェスタ2024というイベントの、うん、最中にちょっとだからこんなに地球人がいるわけだな。ちょっとやっぱ公開収録じゃないですけども、なるほど、はい、この環境の中でちょっとロケをちょっとやっていこうかなと思いまして。この環境でですか。そうですよ。なるほど、はい、最高じゃないですか。最高ですよね、ほんとね。年に1回しか集まらんからな。そう年にね、はい、今回我々以外にもちょっとゲストが。あ、でももう見切れてるけど誰だっけ。いやいや、あれじゃないですよ。あの方々じゃない。あれゲストっぽいですよね。見切れてるけど大丈夫。あの方々がゲストじゃないです。よいしょ、はい、一番持ってる。よいしょ、やべえやつだ。逆にしてしょいよーっつって、ね、ライガーがしょいよーってことになりますね。あれはもう料理しきれねえぞ。よいしょチルドレンでございます。あれゲストだろ。あれはゲストじゃないですよ。何ゲストはこの方たちです。どうぞ。誰だ。タビッチャオ。貴様、来ました。タビッチャオ。あー、ショートモン。ブー、俺様がマジンブーだ。何？そして私が完全体のセルダブラー。よいしょ。それにしてもこんなブサイクで間抜け面なやつと一緒のゲストとはな。何？カッチーン。俺の悪口を言ったな。お前食べちゃおう。何？何にして食べようかな。チョコがいいかな、キャンディーがいいかな。え、よし決めた。あ、決まった。お前なんかライフガードになっちゃえ。色味確かに似ているけど、よろしく。あ、ステルがツッコミなんですね、この場合は。そうだ、はい。まあまあ夢のバトルでしたけどね。何でもできるから、はい、ベルさんとブーさんはね、まあ、敵同士で原作では彼はないですからね。そうか、俺、はい、マロニエール呼んでもらう時、はい、大体こいついるんだけど。いるか。レギュラー。仕方がないだろう。レギュラーなの。お前は私のバーターなんだから。バーター。バーター。ブルドだよね。ギニューとか言ったみたいな。バーターね。バーター。ややこしくなりますよ。バーター。バーター。何するんだ。だから今回はですね、なんとブーさんの持ち込み企画があるという。何？そう、ブー様が申し込んでやった。はい、何を。ちょっとじゃあ、うん、何をやりたいのかちょっと説明よろしいですか。題して、うん、マジンブー持ち込み企画珍名バトル。なんだ。どういうことでしょうか。まあ一応ね、アニメフェスタで、まあ、人がねたくさんいるからこそできる企画らしいんですけども。浜がね、チンも、はい、うん、浜がね、チンも。チンも、はい、そのチンじゃないの。まあいっぱいいるけどね。はい、じゃあちょっと説明してやる。説明じゃあどういった企画なのか。これはな、やっぱ栃木の、うん、やっぱ今までこう場所だったりとか、はい、食べ物いろいろフューチャーしてきただろこの番組。まあそうですね。やっぱもうちょっと人をフューチャーしなきゃいけない栃木。何？はいはい、ということで栃木にいる珍しい名前のやつ探そうじゃないかと。あ、名前か。名前の方。そう、なるほど、はい、いろんな珍しい名前いるから今日人いっぱいいるだろ。はいはい、だからこんな時じゃないとできないから。はい、なるほど、うん、まず今から2チームに分かれて対決だ。そう、で1時間以内に 2チームとも珍名を探してこよう。まあ珍しい名字の方。本名でな。最終的に珍しい名字のやつを3名ずつチョイスして、うん、なるほど、どっちがより珍しい名字を探せるかっていう。ほうほうほう。なるほど。後ほどに、うん、後ほど発表すると。そう、お互いのチーム。なるほど。対決しようじゃないかと。はいはいはい、うん、で勝利チームはなんと、うん、何、次回ロケ時グリーン券をプレゼントするぞ。あ、出ました。グリーン券、移動の新幹線のグリーン車。私のセールゲームからおなじみになった商品だ。ああ、ね、おなじみではないですけども。あと俺らもらっても、はい、次回がいつかわからん。そうです、ね、いやいや、レギュラーではないですからね。勝たないと、うん、勝てばグリーン券があるから次呼んでもらいやすい。あ、まあ確かにその特権はある。でもまたこいつと一緒になるってこと。ああ、まあそうだ。まあまあそうですね、チームが。まあまあでもいいか。ああ、ちょっと聞きたい、そのグリーン券払い戻せるタイプ。ああ、いやいや、2000いくらな。普通あ、誰浮かそうと。いやいや、普通的に聞いてるわけじゃねえか、別に。ああ、別に1時間先確認ですね。まあ、確認ですね。はい、まあ、一応ね、なんか参考としまして、私、三浦、はい、変わ名字がね、見るの見に、浦安の浦で三浦っていうね、ちょっと変わってるんですけど。確かにいないな。はい、これが、1700違うな。
点の位置が違う。あ、17って違う。頭おかしい。1万7000。17点なんかないし。こいつ MC で大丈夫だろ。小数点かなと思った。幼児ランキングだ。幼児のランキング。幼児のランキング。17,276位。結構珍しい。290人ぐらいしか全国でいないと。珍しいのよ。まあ、ミールのね、ミールは。はい。それで漢字が3の方の三浦さんになると50位。だからよくある。だいぶ落ちたんだ。28万8千人ということで。はい。かなりね、あのそれもによっても変わってきますので。そうか。漢字だなじゃん。そうですね。じゃあもう漢字でっていうことですね。漢字も書き出したらいい。なかなかでも漢字で珍しいって。はい。外国人とかいないかな。いや、外国人はさすがにダメですよ。外国人は。重心、重心はいい。重心も、名字重心ないでしょ。山田だから。はい。本名じゃないですから、はい、本名でお願いします。そこに関しては、なるほど。はい、じゃあ野田さんやってみましょうか。はい、よし、いっちゃってみっか。よいしょ。今回は千葉ドラゴン持ち込み企画珍名バトルということで、野沢さん、三浦、フリーザは野沢さんチーム、魔人ブー、ベジータ、セルはブーチームに分かれて対決です。だからもう、もうなんか聞いてる？あの、自分絶対に当てられる？え、いいですか？え、ちなみに、ちなみにお顔を、まあ、ていうか、映るのは大丈夫ですか？大丈夫ですか？あ、お名前長谷ですけど。うわ、いや、珍しいんじゃない？聞いたことない、いや、珍しいんじゃない。実際に同じ人は会ったことありますか？まあ、血縁しかない。血縁しかない。血縁しか、お、ご出身、どこのご出身ですか？和歌山です。和歌山。あれ珍しいですか？珍しい、はい、珍しいかどうかは分かりませんが。分かりませんか。まあまあ、でも、ね、いやもうなんか人は珍しいよ、はい、とりあえず、うん、ちょっと危なそうだな。しかも大丈夫か。お、何をしようと。あれ、あれ、あれ、スタンド。え、オラオラだけはやめてください。そうそうそう、ザ・ワールド来ました。違う違う違う、今見えてねえから。そうだ、今見えてあ、そうね。我々スタンド使いじゃなかったんで。 BB ですから、BB。 え、なんで先輩、先輩、千葉さん、千葉さんは珍しい。しかも、しかも神仙人の実写の確かにね、亀アメハの歯じゃねえか。すごい、すげえな。すごい、あ、手挙げてるよ。はい。え、おおおお、何、え、名字、名字珍しいの？変わってる？漢字が珍しい。漢字、漢字が珍しい。書ける？うん、島だね。島、島、うん、島だけど、その島っていう字がまああんまりないんですよ。ああ、こっちの島があんまりない。ああ、そういうこと。はい、確かに。あちらの方も手を挙げてますけども、はい、ちょっとちょっといいですか、いいですか、こちら来て。何これ、はい、俺たち移動する必要ないの。そうね、あの絵代わりも必要なのよ。はい、珍しいと思う。多分珍しいと思う。まあ、何さん、金谷さん。あ、金谷さんね。はいはい、あんまり確かに聞かない。うん、フレーザー、はい、日焼けしていきます。はい、日焼けしていきます。いや、もういいですよ。そうか、日焼け、どう。いや、それだったらもうアイデンティティだけになるじゃないですか。入れてください、私も。で、珍しい名字の、あの、後とつけてきて。なんで後つけて。この、この今、今、この最後に私がコメントしました。さあ、うん、俺たちの勝利だ。そうだ、今日は俺の家来だからな。ふざけるな、俺がリーダーだ。お断りだ。これもうあれだな、片っ端から言っていいんだな。そうだな。珍しい作戦とかはあるの？珍しい、あと一個俺作戦がある。何？店を見ろ。おうおう、なんとか、なんか宝石店とかの。あ、名前な。珍しい名字店の店長はその名前のはずだ。そう、確かにな。でもオーナーっていう可能性はないか。それはある、だから、うん、な、な、あ、金子屋？金子は、金子だな、絶対な。金子屋か。まあでも、貴様の持ち込み企画なわけだから。そうだ、貴様が言ったらゲームマスターみたいなもんだろう。あいつ珍しい名字顔じゃないか、おい貴様。いや、こいつは貴様珍しい名字じゃないか。お前、でも、なんか名前のイニシャルみたいな書いてあるから。確かに、売り倒しか。貴様、ベジータのファンか。ああ、やっぱ3人も好きですよ。お、これ珍しい名字顔だろ、おい貴様。おう、ちょっと待って、聞いてみて。ちょっと、名字、名字なんていう。名字は俊平って言います。俊平？え、下、それ下の名前だろ。あ、下の名前だね。あ、寺内です。俊平、寺内。あ、寺内です。普通、普通だな。普通だな。普通だな。いないか、逆に。ちょっと自分珍しい。あ、女。珍しい女。白鷹です。白鷹。え、漢字は？
白いに鳥の鷹。あ、白いに鷹。鷹。いやいや珍しいな。珍しいの。ホワイトホーク。白鷹。ホワイトホーク。すごい。白にあの鳥の鷹だな。これはいい。鳥の鷹か。いや相当珍しいぞ白鷹。鳥の鷹。あ、どう？鷹か。お前もう漢字の話すんなあんまり。あの男どうだ貴様。どうでしょう珍しい。マシコって言うんですか。マシコ。いやマシコ珍しいだ。あでもこっち。あれ U字工事の。あそうです。おお、東京大学、お前東京大学なのか。え、職員。あ、名前もすごくない。まあ下の名前めちゃくちゃ珍しいな。トールっていう方です。漢字が珍しいな。これいい発表式。あ、そうそう。フルネームだぞ。フルネーム。トール。トールがなんか通に通に生に流れる。はいはいはい。すごい。これでトールって読むの。下の名前なら簡単。いやでもマシコも結構。ではその名前たちをこの私が吸収しておいてやる。おー吸収したぞ。まあまあ、じゃあキープというあいつ名前とかあんの。いや、喋れる。お前ちょっと怖い。どっちだこれは。これどっちだ。喋れるのか。喋れない。喋れない。ちょっと声ちっちゃめ。名字、名字ってなんだ貴様の名字。言えない。珍しいか珍しくないか。私の名字は珍しいか珍しくないか。普通。普通。いやいや普通なんだな。本当喋らないよ奥様。徹底してるな。だったら用はない。うん、バイバイ。喋れないやつなの必要ない。そういうことだ。いやでもすごいぞ。白とか染宮とか。なんかあれすげえのじゃない。なんだあいつ。あれもえちょっと待って。あれは逃走中のやつ。逃走中だよ。逃走中のやつ。え誰も逃げてない。逃走中やってる。セル、セル逃げてみて、うん、追ってくるかもしれない。逃げろ逃げろセル逃げろ。あーやばいやばい。危ない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 。あともうちょっと75万がパーになると思う。だからそんな逃げる。すげえなこのエリアを。すごいな。ちょっと話聞けるか。聞いてみようか。あ聞ける。ちょっとあのちなみに珍しい名字のやつを探してるんだが。名字。名字上の名前だ。あの私あのブラジル人。ブラジル人。いや トラヤどうだ。トラヤ。トラヤは多分トラと多分違うだろう。じゃいるか。ちなみにいないか。いないか。大丈夫。ちょっと一応聞いてくる。交渉してこい。ちょっと移住員とかそういう系の。私のさっき言ったあの作戦の一つで。あちょっとあ無理そうだ。ダメか。無理そうだ許可。あの許可は取れたけど。藤野だった。行こう行こう。申し訳ない。申し訳ないの。藤野か。なんで私が謝らないといけないの。知るか。お、貴様ワルフルズの T シャツを着てるじゃないか。なんだ。ワルフルズの T シャツを着てる。いいボスバンドワルフル。いいバンドだよな。いいバンド。いいバンド。めちゃくちゃいいバンド。聞いたことないけどな。いやいやすごいぞ。よし、貴様名字はなんだ。石川です。石川か。では用はない。おい。じゃあな。おい。あれだから俺もうこういういじってくださいみたいな。いじりたくないんだ俺は。こういういじってくださいみたいな。21号と21号と龍がいる。どういうどういう21号と龍と俺をいじるな。大好きなんですいません。マロニエルちゃんと好きなやつだな。貴様珍しい名字だったりしないか。いや初めて来たんで。いやいや名字ないか。珍しい名字になっちゃった。長谷川ですね。長谷川か消えろベジータ。それ珍しい名字っていないか。龍の名字って何なんだお前。名字なんて言うんだ。名字龍の名字。の名字ガチの名字。本当の名字だ。宮口。宮口ちょっと珍しい。珍しくない。まあでも多分この辺の関東の方じゃ少ないと思う。四国の方の。四国。いや、これもあるぞ。あるぞ。いや、いいんじゃない。いや、いい。ちょっとキープするか。個人的にもう収録とか関係なく、あの人造人間25と写真撮る。21号。お前が間違うんだろ。私が間違っていく。ちなみに珍しい名字だったりしないか。人造とか。吉原っていうんですけど。吉原。吉原か。珍しい名字。めっちゃ珍しい。はい。うわ、なんて読むのこれ。え、なになに。野沢さん。野沢さん。わかるわかる。大丈夫ですか。ありがとうございます。石神千空の中の人。中の人。ちなみにお前は名字なんて。普通なんだよね。吉田なんて。吉田か。居酒屋っぽい名前だな、確かに。